源氏物語しのぶ草は、江戸時代に出版された、源氏物語の公害書である。下代は、源氏物語しのぶ草、内代は、源のごしのぶ草。1688年の成立。源氏物語の公害書であるが、レンガ種のための書としての側面の強い源氏お鏡や、源氏小教とも、諸学者向けの側面の強い十条源氏等とも、異なった、優れた、 注釈書としての側面も持っており、源氏物語の平面な入門書として、類書を抜くとまで表され、写本として一部の文人たちの間に伝わってはいた。ものの伝本も少なく知名度も低かったが、約150年後の天保年間に至って、半本として刊行されて普及した。本書の著者は、江戸前期の廃人、科学者である北村小春。湖春は、古月賞の著者である、 北村起源の着難であるが、同人は、父起源が、法永2年に82歳で没したのに先立ち、元禄10年に53歳で没している。本書は、北村小春によって残された。おそらくは、唯一の作品である以下のように、前後札からなる。本書には、写本と半本とが存在する。本書の写本としては、以下のものが確認されている。本書は、 書かれてから約150年経過した天保年間になって半本として刊行された。半本には、鍋島市直による天保5年日付の序文が付されている。従来半本としての刊行は1回限りであると考えられてきたが、天保8年付の歓気のある半本が発見されたことにより、少なくとも2回は刊行されていることが明らかになっている。 鶴岡市立図書館造本の本国広崎大学人文学部国文学研究室造本の本国大須市立図書館造本の本国ありがとうございます。